の。そうかさ。ガンガン飛ばしていくよ。というわけで、君か、おかえり。授業始めますよ。それじゃ。オッケー。
ってギャルギャルしい字書くんだね。ちょっと意外。違うの、これ夏希ちゃんの、私がタルタロスに閉じ込められてた間の分、ノートを貸してくれたの。優しいんだよ夏希ちゃん。でもね、結構抜けてるとこあるんだ。本当だ、ここ計算式だけで答えないし、このページなんかほぼ落書きだし、あ、ここよだれでにじんじゃってるよ。あんまり参考にはならなそうだけど、何より気持ちが嬉しいよね。うん、そうなの。何かお礼できればいいんだけど。完成ってノートの抜けてるところを埋めてあげるってこと？ああ、それナイスアイデアだね。でも量あるし、終わるかな。なら私たちも手伝うよ。復習にもなるしさ。みんなありがとう。ほら風花、早くこっちにノート渡して。私たちもいい復習になったかなね。明日夏希ちゃんにノート渡しておくね。それじゃあおやすみなさい。おう、以上が7日に行った作戦のあらましです。やはり個体によっては一筋縄ではいかないようです。なるほど、敵も徐々に手強くなってるね。だけど悪い話ばかりじゃない。実は今日みんなに集まってもらったのは。待ってください、この際なんで霧城先輩に聞きたいことがあります。私に？私だけじゃないと思いますけど、ここに来てからびっくりの連続で、私
少し流されてきた気がするし、だからこの際はっきりさせたいんです。ズバリ聞きますけど、先輩、私たちにまだ何か大事なこと言ってないんじゃないですか。例えば影時間やタルタロスのこと分かんないみたいに言ってましたけど、あれって10年前の事故と関係あるんじゃないですか。10年前の事故？ゆかりちゃん。学園の周りで爆発があってたくさん人が死んだ話、当時すごいニュースになったはずですし、先輩は知ってますよね。ああ、幸い生徒は無事だったみたいですけど、でもなんか変、なぜかちょうど同じ頃一度に何十人も不登校になってるんです。これ偶然なんでしょうか。どういう意味だ。私実は学園に残ってる昔の書類とか調べたんです。そしたら不登校なんてのは記録だけ。本当はみんな急に倒れて入院したって。似てると思いませんか。風花をいじめてた子が入院した時と。ちゃんと説明してください。10年前の事故、あの日本当は何があったんですか。学園は霧城グループが建てたんだから、霧城先輩は知ってるはずでしょ。私本当のことが知りたいんです。隠してるわけじゃない。必要のないことは告げてないというだけだ。しかし仕方ないさ、君のせいじゃない。分かった、全て話そう。シャドウにはいくつも不思議な能力がある。研究によればそれは時間や空間にさえ干渉するものらしい。私たちは敵と思っているからあまり意識しないが、もしそれを利用できるとしたらどうだ。何か大きな力になるかもしれないと思わないか。今から14年前、そう考えて実戦に移した人物がいたんだ。霧城グループの先代、霧城光悦、私の祖父だ。祖父はシャドウの力に痛く見せられ、それを利用して何か途方もないものを作ろうとしていたようだ。途方もないもの。実現のために研究者を集い、シャドウを大量に集めさせた。シャドウを集めた？え、正気かよ。しかし10年前、計画の最終段階で暴走事故が起き、実験は失敗。制御を失ったシャドウの力で、後には忌まわしい痕跡が残ることになってしまった。それってまさか。そう、影時間とタルタロスだ。記録では集められていたシャドウは分かれて飛び散り消失したとある。満月の旅にやってくるのはこの時のシャドウだ。消失？それでいつも予想できない場所に。ちょっといいですか。今の話が本当ならなんで学校がタルタロスに。まさか実験をやった場所って。そうだ。じゃあうちの生徒が何十人も入院したっていうあれも。全て君の考えている通りだ。傘下にあって人も集まり、最も好きなようにできる場所、おそらくポートアイランドが最適だったんだ。実験の場所は紛れもなく10年前の月光館学園。それどういうことですか。それじゃこの部の活動って無関係の私たちを使ってその時の後始末ってこと。騙したんですか。真田先輩だって知ってたんでしょ。これじゃ私たち都合よく利用されてるだけじゃない。それとも先輩は戦う理由なんてどうでもいいってことなんですか。そんな風に言った覚えはない。理由ならあるさ。どう取ってくれてもいい。黙っていたのは確かに私の意思だ。すまなかった。隠す気などなかった。
だが筋道よりも君らを確実に引き入れることの方が私には大切に思えた。理不尽だろうと、戦えるのはペルソナ使いだけ、世界で私たちだけだからだ。今さら。それに私には力を得るかどうか選ぶ余地などなかった。私はミツル、もういい。竹馬君、罪は過去の大人たちにある。そして彼らはみんな自らの行いによって命を落とした。今はもう当事者はいないんだ。言われのない後始末なのはみんな同じなのさ。でも事故から10年、シャドウたちがどうして今になって目覚めたかは本当にわからない。でも目覚めたってことは見つけて倒せるってことでもある。これどういうことかわかるかい？あの12体こそ全ての始まりなんだと言ったらわかるかな。奴らを全部倒せば影時間やタルタロスも消える。その通り。さっきは話の腰を折られちゃったけど、どうだい、朗報だろう。本当なんですか？確証となる記録もある。ここからが本当の戦いの始まりだね。本当の戦い。事情がどうあれ人を守るためなのは変わらない。シャドウたちはだんだん力をつけてる。待ってるだけじゃ勝てない。はい。それにタルタロス自体にも謎は多いからね。なぜあんな巨大なものが現れたのか、僕らの知らない答えがきっとあるはずだ。答え。暇そうだな、相変わらず。ん？てめえか。何しに来た？また連れ戻そうってんなら話すことはねえ。そんなんじゃない。腐れ縁の相手でもたまには心配になることもある。あ？お前とも長いな。孤児院で顔を合わせてからもうすぐ14年か。よくミキとお前と3人でまだ更地だったこの辺を夜まで走り回ったな。影時間どころか時間なんてものに目が行くことさえなかった。ったく変わらねえな。弱音なら仲間に吐きやがれ。なんだと。普段のてめえはバカみてえに前しか見てねえ。昔の話なんかしねえ。わかりやすすぎんだよ。思い出話くらいするさ。俺だってな、実はな、影時間やタルタロスを消す方法がついに明らかになった。本当なのか？あ、今まで俺は強くなることさえできれば正直他は二の次だった。だが昨日目的もなく戦ってるのかと正面から言われて、とっさに返せなくてな。戦う理由か。そんなもんそれぞれだ。理由がねえならいっそ手を引き合いよ。俺みてえな。お前とは違うさ。というかお前に説教を食らうとはな。焼きが回ったもんだ。邪魔したな。ったくガキがちっとも変わってねえ。はい。ちょっといいか。先輩、珍しいですね。あ、どうぞ。戦いのバックアップだけじゃなく、いろいろな調べ物も得意みたいだな。あ、すみません。皆さんに無断で。私、
いや、君にああいうスキルがあるなら折り入って頼みがある。10年前の事件、あれの真相を分かる限り調べてほしい。でもあの事件のことは一般には多分。調べてほしいのはキリジョンが保有しているサーバーだ。それって侵入いいんですか？私の ID とパスワードを預ける。君が罪に問われるようなことは決してない。詳しい事実が知りたいんだ。先輩。もちろん無理強いする気はない。わかりました。私にできることなら協力します。そうか、すまない。山岸、君は不満はないのか？事情はどうあれ、私は隠し事をしたまま君たちを戦いに巻き込んだ。恨み事の一つも言いたいはずじゃないのか？それは違います。私の家って親族がみんな医者ばかりで、うちだけが医者をしてなくて、両親が私のことにすごく熱心なのはそういうコンプレックスを見返すためなんです。だから家にいるの正直辛くて。でもここには私にしかできないことがあって、それを必要としてくれる人がいる。恨み事なんてないです。君はここに必要な人間だ。代わりは誰にも務まらない。そんな鬼切るよ。邪魔をしたな。アルタロスの影時間が消える。消えていいじゃんか。そういうために戦ってんじゃんか。なのに、なんで俺。くそ、なんでこんなモヤモヤすんだ。暑い、まだ7月なのに。つーか、うちらもう3年じゃん。こうやって制服で寄り道とかすんの、何気にもう人生ラストっぽいよね。いいよ別に、早く大学とか行って遊びたいじゃん。そっか、なんか分かっちった。戦うのを使命とか思って夢中になってたけど、考えてみりゃ俺そればっかじゃん。それなくなったら俺、それなくなったら俺、他に何もねえじゃん。正義のためとか嘘じゃん。しかも戦うのだってあいつに水あけられたまんまじゃんか。あー、くそ、全部半端じゃんよ俺。悪い予感だけどんどん当たってく。形のないものを信じてたってそんなの無駄なのかな。お父さん、春先に届いたこの手紙読み返すのもう何度目かな。10年後の家族へ。明日ムーンライトブリッジの開通式の会場からこの手紙を出すつもりです。手紙はタイムカプセルに入れられて届くのは10年後です。10年経ったらゆかりは16歳か。こんなにちっちゃい君がもう高校生なんだね。僕は仕事でいつも君を寂しがらせてるけど、君はいつも笑顔をくれる。今お父さんは仕事にやりがいを感じてる。キリジョーさんから主任研究員を任されたんだ。すぐに大きな仕事も待ってる。ここまで認めてもらえたのは素直に嬉しいことだ。でも誓っていよう、君や母さんの未来より大事なものなんて僕には一つもないんだ。お父さん。ゆかり、毎日は楽しいかい？希望を持って前に進んでいるかい？今隣にいる小さな君のように明日を待ち遠しいって感じてるかい？
これから10年、たとえどんなことがあっても君は幸せでありますように。それじゃ隣にいる母さんとこの心配性な手紙を大いに笑ってください。2000年3月6日、竹葉栄一郎。どんなことがあってもか、信じるしかないよね。私は逃げない。お母さんみたいにはならない。僕ら初めて会ってからどのくらいかな。時が経つのはあっという間だね。ペルソナ使いとしての日常はどう？そう、それはよかった。やってくる終わりについてまた少し思い出したんだ。終わりが来ちゃう原因は多分ずっと前の出来事にある。そう、確か10年前だ。ねえ、君が両親を亡くしたのも確か10年前だったよね。ペルソナはね、使う人の鏡なんだ。だからペルソナ使いは自分自身の本当から逃げられない。でも僕はそれでも君と共にあるよ。友達だからね。おやすみ。どうしたみんな、腹でも減ってるのか？いえ。もうすぐ夏休みですね。そういや、そうだな。皆さん、何しようとか考えてますか？そらまあ、夏といえば海っしょ。ビーチに水着に、ひと夏の思い出。ああ、気晴らしにどっか海とか行きてー。なんかこう、南の方のめちゃくちゃ透き通ってるっぽいとこ。つか、明日から期末だよ。ああ、マジだり。まあまあ、けど綺麗な海っていうと沖縄とか一
度行ってみたいな。沖縄じゃないけど屋久島って選択肢ならありかもね。理事長、いらしてたんですか？いや、前を通りかかったんで来週の予定をちょっと知らせにね。栗城君、お父上は今年の休暇を屋久島で取られるつもりらしい。お父様が？試験が明ければ君らは休みだろう。どうだい、ここらで気分転換でも。マジ？それ旅行ってことっすよね。来たー、海海、水着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 ってこいつ。どうだい、キリジョー君。しかしお父様もお忙しい方ですし、せっかくのご休暇をかき回すわけには。珍しく弱気じゃないか。ご息女が顔を見せに来るというのにお父上は迷惑がると。君らは本当によくやってる。たまには息抜きも必要だよ。次の作戦日も分かっているわけだし、私はいいと思うけどね。ですが。先輩、お願いしやす。わかった、気分転換は必須事項のようだ。行こうじゃないか。よっしゃ。海か、特別メニューが組めそうだな。やっべ、楽しみ。あ、私水着とか買わないと。なんだよ、俺の貸してやるって。バカだろ。理事長も泳ぐんですか？僕が泳ぐのはちょっとね。夏の太陽を浴びると体が灰になるから。え、マジ？バカだろ。待ってください、キリジョー先輩。この前はすいませんでした。その言い過ぎたかもって。構わないさ。屋久島に行くことになったのもある意味必然かもしれない。あの事故の当事者はもう全ていないと理事長は私をかばってはくれたがな、実は一人だけ生き証人がいるんだ。え、生き証人？私の父さん。そうだったんだ。いや、それじゃ。しかし勉強を見てやれって言われてもな。個人でやった方が集中できないか？複数人で勉強すると個人学習では得られない効果もあるって言いますし。それよりテストの結果次第じゃお留守番ってさすがに冗談だよな。いや、学生の本分は学業だ。そういうことも十分あり得るだろうな。どうでもいいけど勉強の邪魔しないでよね。誰とは言わないけど順平とか。思いっきり名指しされてるし。ああ、旅行がかかってんならやるっきゃねえか。俺っちの屋久島への本気見せてやるっての。どうした？わからないところでもあるか？ああ、スプリンクリングか。これは少量とか、あとは小雨や小雪という意味で。英語は正しく訳しましょう。屋久島行きがかかってるからね。屋久島をかけて正しく訳しましょう。ん？ちょっと強引かな。勉強の邪魔するのは順平かと思ってたらまさかの。もしかしたら
私たちの集中力を試してって、それはないですよね。イクツキさんに負けてらんねえな。俺っちもなんか大爆笑のダジャレを。ほら、周囲に気を取られて集中を切らすな。しっかりと勉強に取り組まないか。そうですね、集中集中っと頑張ろうね。君は漢字の勉強中か。漢字は何度も書けるまで繰り返すのが肝心だ。漢字は繰り返しが漢字。キリジョー君もなかなかやるね。違う、今のは偶然で、そういう意図では。じゃあダジャレ対決はキリジョー先輩の不先輩ってことで、俺っちの勝ち。なんつって。はあ、頭痛くなってきた。途中脱線もしたが、いい勉強会ができたな。あとは屋久島に行けるよう各自で頑張ってくれ。もしもし、こちらエリザベスでございます。タルタロスの奥から何かが聞こえてまいります。閉ざされていたさらに奥へと続く道が開かれたようでございます。念のためお知らせいたしました。ではより一層のご活躍をお祈り申し上げます。
ったぜ、暗黒のテストデイズ。ああ、シャバの太陽が目に染みるぜ。で、どうだったの？聞いて驚け、補体はバッチリだ。ああ、なんかいろいろわかった。男は済んだことをくよくよ振り返らないのさ。俺の心はもう遥か遠く、屋久島のスカイブルーな空の下だぜ。あ、そっか、もうすぐだっけ。なんか準備とかした？相変わらずだね。まあ私も同じようなもんか。ごめん、私なんか暗いよね。どっか気晴らしに寄り道して帰ろっかな。今日は部活ないし。お、いいっすね。どこ寄ってく？水着とか買うんなら俺がアドバイスしてやろっか。いらないっつーの。てかちょっと待ってて、部室から荷物取ってくるから。あ、ついでに風花にも声かけよ。さ、なんつーか、ここんとこ俺切れたりとかして浮いてたっつうかさ、その大人げなかったような。あ、そうだな、また元通りやろうな。じゃあ行こうぜ。しゃー、この開放感、何すっかな。まったく騒がしいやつだ。純平くん、切り替え上手だよね。まあな。てか、あれ、真田さん一緒なの珍しいっすね。行く月さんに呼ばれてる。なんでも新たな戦力について話があるらしい。戦力ってまた新人ですか？そうな。ふうか、あれ、なつきちゃん、どうしたの？ふうかさ、補習付き合ってくんない？知ってる顔なくてさ。あ、つか今日あれか、実家帰るとこ？じゃあいいや。待って、いいよ、大丈夫、一緒に行こう。すみません、先に戻っててください。なんか変わったよな。びっくりだぜ、マジ。仲良きことは美しきかな。いやー、結構青春って素晴らしいよね。なんかキラキラしてる。理事長？人を迎えに来て近くを通りかかったもんでね、ちょうどいい。紹介しとこう。どうも。あれ、天田くんじゃん。どうしたの？知り合いだったのか。彼は事情があって休み中も帰らないんだよ。ああ、少し聞いてます。確かご両親。もともと母さんと二人だけだったんですけど、その母さんも事故に遭ってしまって、一昨年のことです。ま、そういうことなんだ。今は登園からの学費の保証だけで通ってる。でもだからって一人ぼっちで初等科寮にいたんじゃ寂しいだろ。そこで彼を夏の間だけ君らの寮へ転居させることにしたんだ。転居って、いいんですか？もちろん、招くからには彼にも見込みがあるということだよ。それじゃあ俺が聞いてた新たな戦力というのは。まあね。でもご覧の通り彼は初等科だし、あくまで可能性の話だけど。真田昭彦先輩ですよね。ああ噂、初等部にも届いてます。ボクシング負けなしだって。よろしくお願いします。よろしくな。
そうそう。ごきげんよう。お待ちしております。お待ちしておりました。ふう、行く手に歯向かい流れてくる階段、これがエスカレーター。シンプルでありながら見た目以上の消耗を強いられる試練。良い子の皆さん、エスカレーターの逆乗りは大変危険です。おや、良い子の皆様が危険とのことです。我々も注意してまいりましょう。そしてこれは、足元にお気をつけください。この先に落とし穴がございます。こちらでございます。柵で囲まれたこの中心にでございます。目を引く看板で囲んだ上、立ち入り禁止の文字ですが、人は往々に禁じられたものほど触れてみたくなる。落とし穴は隠すものという常識を逆手に取った高度なトラップでございます。流れる足場に加えて心理トラップを組み合わせた落とし穴、町の治安を守るとはかくも大変なことなのでございますね。私、胸を打たれております。この町を愛する見知らぬどなたかの思いをかみしめつつ、それでは参りましょう。これは、このかぐわしい香りは、まさか。驚いたわ。この具の秘密、匂いだけでわかるんか。姉ちゃん、だてにおもろい格好しとらんな。ま、たこ焼き屋はたこ以外焼いたらあかんなんて法律あらへん。で、ちいとこうたってや。ほっぺた落っこちてまうで。ほっぺたが落ちる量、現実には非常事態のような気もいたしますね。ぜひとも体験してみたく存じます。ですが、あいにく持ち合わせはこちらだけ。これでどうにかお売りいただけるでしょうか。私、実際にほっぺたを落としている方をお見かけしたことがございません。おそらく市井の者にはやすやすと手出しできない価格。
あ、よく見ましたら、ワンパック400円。それでは、2パックほどお願いいたします。はい、おおきに。また来てや。このプリプリした表記に覆われた独特の食感は間違いなくある。よもや食材として出会う時が来るとは驚きでございます。いいえ、特には何も。ですが私、食べてみたいものは他にもまだまだございます。考えてみれば、それらを食し終えるまでほっぺたを失うわけにはまいりません。この近辺にはまだまだ飲食の場がある様子。はしごというのをしてもよろしいでしょうか。まずは漫画喫茶と呼ばれる場所にあるドリンクバーなる食材から参りましょう。混合比によって無限の味が生み出せるというドリンクバー、想像しただけで心持ちが高ぶるのを感じます。ふう、なるほど。なんとまあ、これは余った。これでこの辺りの料理は全て食べ尽くしたようでございますね。どうかなさいましたか。思えば7食目あたりからあまりお箸が進んでおられないご様子でしたが、ともあれ本日は文字通りの美味しい体験をありがとうございました。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。依頼を受けて成果のご報告を。素晴らしい。プレイステーション。